2022年型の改良版ハリアーのインパネになります。なかなかこのフル液晶になったんですけれども、切り替えがですねかなり階層が深くて、ちょっと難しい、見つけるのが最初結構難儀したんですけど、こういう感じでやっていきますと、まずこの設定に行って、このメーター、この下の表示設定ですね、表示設定をここに合わせてメーターデザインで、これにするとこうメーターが4種類こう選ぶという感じなんですけど、自分はもうこのスマートのままで選んでいます。であとはメータータイプがで、これは2段ですね。でこれがもうスピード表示だけの中身と表示とかっていう形です。で、まあ、結果的にはこれが一番見やすいのかなということで選んで、私の場合は見てます。あとは、リバースを入れると、まあ、こういう感じで全部全方位で見れますよと。車の周りが分かりますよという感じですね。これ前方駐車するときなんかは非常に使いやすくて、よく使ってます。なので、まあ、車庫入れで失敗することは、まあ、ほぼほぼないのかなという感じですね。この辺を見てみますか、まあ、こういう感じで綺麗に前後左右の状況を見せてくれますよという流れです。でエアコン周りはこのデュアルっていうところを押すと、助手席と運転席で独立して温度設定ができるという形になっています。あとは、ACC 自動運転のセットは、まあ、走行中にここのボタンを押して下でセットで上下でスピードに設定していくと、でこれで、前の車との車間を3段階セットできますよという形で、まあ、慣れれば非常に分かりやすいものかなという感じです。あと音声認識一応あるんですけど、まだうまく使えてなくて、例えば「ヘイトヨタ」「ヘイトヨタ」「窓を全開にして」「ヘイトヨタ」「窓閉めて」という感じで、まあ、声での操作もできますよと。でもちろんカープレイの時は Siri が使えるので、まあ、電話したりとかそういったのも問題なく音声でコントロールできるという設定になってます。ただまあちょっと、まあ、これがどこまで使えるのか、まあ、あんまり普段から Siri 使ってないので、まあ、ほとんど使うことはないのかなという感じですね。であとナビ周りはかなり改良が入りまして、もう全画面表示ということで、エアコンの操作はもうこちらのパネルで、基本的に全部の形ですね。このパネルのデザインも変わっていて、まあ
結構すっきりしたデザインで、まあ、自分は非常に使いやすくて、いいなという感じですね。であとカープレイもこれ自動的に線をつながなくても無線でつながったりするので非常にやりやすいです。でこれがカープレイの画面になって、もうめちゃくちゃでかくて逆にでかすぎて使いにくいっていう感じなんですけども、例えばこのポッドキャストをしてこっちの左の上の方の戻るとかっていうのが出てくるともう届かないぐらい運転中結構危ない感じなんで、まあちょっとタッチパネルで大きい画面で逆に使いにくくなってるってところは正直否めないのかなっていう感じなんですけど、まあ、とはいえ、まあ、非常に画面が大きくて見やすいのでなかなか迫力もあっていいんじゃないでしょうかね。であとはナビ周りは、まあ、非常になんかパッと見はなんか Google マップに近いようなデザインになっていて、でもまあ基本的には、まあ、カープレイの方を使うのでこっちのナビではいないんですけど、一応こう施設表示がこういう感じで選べたり、施設表示もまあこう選べたりと、でとりあえずコンビニとガソリンスタンドだけは表示してますって感じですね。あとはトリップインフォメーション、エネルギーフル、まあ ETC の履歴であったりとか、イケアとか、イケアのお店ですね。あとこっちが TA コネクテッドメニューということで、天気とかニュースとか、まあインターネット、車内 Wi-Fi 等々あるんですけど、まあ全然車内 Wi-Fi とかの契約はしてないので、まあ、基本的にこれも